マイケル・バートン・ブラウンはアメリカ合衆国オハイオ州コロンバス出身のバスケットボール指導者 NBA のクリーブランド・キャバリアーズロサンゼルス・レイカーズのヘッドコーチを務め現在はゴールデン・ステート・ウォリアーズのアシスタントコーチを務めているオハイオ州コロンバスで誕生した後父親がアメリカ軍に従軍していた関係でドイツのビュルツブルグで育ち1988年に 現地の高校を卒業した。バスケットボール、フットボール、野球などで優れた素質を示したブラウンは、サンディエゴのコミュニティカレッジに2年間通った後、サンディエゴ大学に進学して1992年に同大学を卒業した。1992年、ブラウンの NBA のキャリアは、デンバーナゲッツで始まった。ダン・イッセルの下で、ビデオの管理とスカウティングを担当した。 1997年、ワシントン・ウィザーズに移り、最初の2年間は、バーニー・ビッカースタッフの下で、アシスタントコーチを務め、最後の1年は、チームのスカウトとして貢献した。2000年、ブラウンは、グレッグ・ポポビッチによって、サンアントニオ・スパーズのアシスタントコーチに招聘される。ブラウンのいる間、スパーズは、毎年58勝以上した。2003年に、スパーズが、 NBA チャンピオンになるとブラウンはインディアナ・ペーサーズに引き抜かれ、ディック・カーライルのアシスタントコーチに就いた。ブラウンが移籍した最初の年、ペーサーズはリーグ最高の61勝を挙げ、イースタンカンファレンスファイナル出場を果たした。ブラウンはアシスタントコーチとして勝率、629の成績を残した。2005年、ブラウンはブレンダン・マローンの後任として、 クリーブランドキャバリアーズのヘッドコーチに就任した。36歳のリーグでニュージャージーネッツのローレンス・フランクに次いで2番目に若いヘッドコーチの誕生であった。2007年6月2日、キャバリアーズはデトロイト・ピストンズを破りチーム史上初となるイースタイ・カンファレンス優勝を果たした。しかし、その後の NBA ファイナルではサンアントニオ・スパーズに敗れた。 2008から09シーズンには66勝16敗のチーム史上最高勝率を残し最優秀高知賞に選ばれた。この年のオールスターゲームではイースタンカンファレンスの指揮をとっている。2009から2010シーズンチームは61勝を挙げたがカンファレンスセミファイナルでボストンセルティックスに2勝4敗で敗れた。2年連続で60勝以上を挙げたチームが NBA ファイナルに出場できないのは初めてのことであった。同年5月24日、彼は解任された。同年12月からは ESPN でスタジオアナリストも務めた。2010から2011年シーズンを最後に退任したフィル・ジャクソンの後継者としてロサンゼルス・レイカーズヘッドコーチに就任することとなったが、2012から2013シーズンは、 プレシーズンから連敗を期すなど、成績不振を理由にヘッドコーチを解任された。2013年4月24日、クリーブランドキャバリアーズのヘッドコーチに再任された。2013から14シーズン、33勝49敗と、成果を出せずに終わり、再び解任された。2016年7月3日、ゴールデンステートウォーリアーズのアシスタントコーチに就任。 カンファレンスプレイオフでは病気で一時現場を離れたスティーブ・カーヘッドコーチに代わり暫定で指揮を取るなどチームをまとめ NBA チャンピオンに貢献した。ありがとうございます。